東京新橋、都内屈指のサラリーマンの街として知られ、街には多くのビルが立ち並ぶ。その一方で戦後間もない頃からの建物が残っていたり、エモーショナルな風景も点在する不思議な街だ。今日はそんな新橋にやってきた。横には商店街、見上げればビル、やっぱり不思議な街だ。今日はお散歩日和、少し歩いてみよう。今はかなり形も形態も変わったけど、新橋は明治時代、日本の鉄道の歴史が始まった場所とも言われている。今はビルが多く立ち並ぶけど、当時は一大鉄道基地だったようで、名実ともに歴史がある町なのだ。それにしてもこの新橋っていう町は人たらしだな。どの筋を歩いても美味しそうな飲食店が並んでる。しかもそのどれもが絶妙にそそられる。思わず足を止めてしまう門構えとディスプレイ。はあ、美味しそう。だがあいにく私のお腹にはお昼に食べたハム卵サンドがいる。これなら我慢すればよかったかな。今日はダメダメ。新橋から虎ノ門方面へ歩いてみる。あ、定食屋さんか。うわぁ、新橋っぽいな。こういうところの白ご飯って美味しいんだよな。おすすめは唐揚げいわしエビフライ定食、今だけ特別価格500円。今となってはハム卵サンドが悔やまれる。くそー、今度は必ず来ます。はあ、こんなに美味しいものを横目に歩くなんて。これはそうだよな、お腹減るよな。そうだよな、腹減った。よし、腹が減っては戦はできぬ。戦の予定はないが、この新橋の町で一旦休憩だ。この小腹を満たす戦友をこの町で探すことにする。だがしかし、数多くの飲食店が軒を連ねるこの新橋、どう決めればいいものか。誘惑が多すぎる。小さな路地にもお店が結構並んでるんだな。ここは新橋と虎ノ門のちょうど真ん中あたり。なんだかこういう路地で出会いってあるんだよな。あ、出会いあった。これだ。ケルン純喫茶か。ビルの間に残る昭和感、これぞ新橋。ジャンボプリン400円、そしてコーヒー&プリンか。プリンか、久しく食べてないな。決めた、ここにする。コロナ負けるな、ジャンボプリン。ジャンボプリン、ジャンボプリン、ジャンボプリン、いただきます。いざ入店。 FM ラジオから音楽が流れる店内にはテーブル席がいくつかと、
カウンター席が5、6席。なんとなく落ち着く雰囲気だ。各テーブルにはジャンボプリンの手書きののぼり。プリン押すなぁ。ここまで来たらもちろんジャンボプリンを食べますとも。あ、寝ないでください。こういうの喫茶店らしいな。あ、木の看板もある。ドリンクメニューに軽食メニュー、プリン以外にも結構あるんだ。プリンと決めてはいるが、世界一幸せな悩み、それがメニュー決め。メニューに悩むところから食事は始まる。それでは本日のお食事を始めましょう。どれどれ？トップにはコーヒープリンセットにトーストサラダセット。入り口からのアピールはさることながら、やはりプリンしか勝たんってことか。それに対抗するのはトースト陣。魅力的なハニートーストにチーズトースト。さらには王道サンドイッチシリーズも肩を並べます。これは手強いぞ。さあ、どうする太田結衣選手。ピッチャー、投げました。すいません。ジャンボプリンのコーヒーセットお願いします。このツヤ、この美しさ、光を映し出すこの輝き、これはまるで冬に塩湖。ああ、綺麗だな。この綺麗なフォルムと輝くカラメルソース。一般的な茶色いカラメルソースとは一線を画した宝石のようなカラメルソース。空を映し出す奇跡の湖、ウユニ塩湖を彷彿とさせます。これはスプーンを入れるのがもったいない。でも私ができるのは美味しく食べること。それではいただきます。まずは純喫茶の顔、コーヒーからいただく。白い陶器にコーヒーの色が映える。入れたてのコーヒー、贅沢な一杯。はあ、落ち着く。心がほぐれるのが自分でもわかる。理科の実験を思わせるサイフォン式で入れるコーヒーはまろやかで香りがよく、ほっと一息つくのに最高だ。さあ、そして本日の主役、ジャンボプリン。丁寧に作られた美しきプリン、こちらも丁寧にいただきます。あー、なんだこの食感は。固めかと思いきや、触れるとわかるこのプルンとした柔らかな表面。まるで美味しさを閉じ込めるギリギリの硬さまで計算し尽くされたような。これは美味しそう。美味しい。このコク、口の上で溶けるような滑らかさ。甘いのに甘ったるくない。あー、美味しいやつ。プリン久しぶりに食べたけど、こんなに美味しかったっけ。いや、これが美味しいのか。そして意外なのはこのカラメルソース。お父さんが毎日作るというこのソースはすごく不思議だ。さっきカラメルソースをたっぷりかけてプリンと一緒に食べてみると、間違いない黄金比だった。でもカラメルソースだけを舐めてみると、結構苦い。
色は澄んでるけどかなりビターに感じる。次は最初のようにプリンとセットで食べてみる。おいしい。やっぱり一緒に食べるとおいしいんだよな。このコク、苦み、甘さ、食感、この黄金比が50年の歴史の中で磨かれたこのお店の味わいなのか。いや、この味わいだからこそ50年の歴史があるのかな。小さい頃何度かプリンを作ったことがあるけど、思っていた以上にシンプルな材料と作り方に驚いた記憶がある。シンプルだからこそ、一般的だからこそ、難しくてお父さんのこだわりが光るのかもしれないな。窮屈なことが多い世界だけど、美味しいプリンとこのコーヒーでほっとする瞬間を持てたら、きっと少し楽しくなる気がする。50年間こうして訪れた人たちを優しく励ましてきたんだろうな。新橋の一角にある純喫茶ヘッケルン。50年の歴史に私も少し加われた気がします。はあ、美味しかった。ごちそうさまでした。